今日何？だってあれでしょ、文化の日でしょ。そうそうそう、なんかあれでしょ、市内は市民祭じゃない、市民祭だからまた松本市民祭じゃない。そうそうそう、松本市民祭なのに長野に行く。そう長野に今日行くんだって。そうそうそう、松本市民祭の日にもう市民祭を盛り上げるでもなくね。本当俺だってあれだよ、人の流れとかそういうのあるっきり言うことですね。盛り上がってると途端にやる気なくそうなんだよね。長野俺実際電車で行くのは初めてかも。マジ、うん、だから車でしか行かないじゃん。あしかもあれでしょ、行くときってラウンドワンと定位置しか行かないでしょ、うん、そうそう確実にね。そうそう、ラウンドワン行くか定位置行くからね、うん、ほんとそうだよ。俺長野イコールラウンドワンの定位置だよ。いやでも今日あのカマさんのね、うん、Facebook のあのなんか初めて役に立ったね。おお、ほんとだよ、新州なんちゃらチケットがあるって言ってたから、で調べたらやっぱあるんだよ。しかもめっちゃお得なの。え、どんくらい？往復で言うとぶっちゃけだよ、うん、1800円ぐらいお得。車でさ乗ってて携帯いじってるってさ全然動かない車いるやん、うん、ある。超ムカつかない？ムカつくんだよ。いやこんな例えば信号短い時にさ前行ってんのにさボナナってさっとでさなんかクラクション鳴らすと降りてこられても困るから、うん、最近鳴らさないじゃん。でもっとすごいのはさ、最近こう、うん、あの高速道路走ってるとさ、うん、カップラーメン食ってる人マジでこう肘で運転をこうしてカップラーメン食ったのピューずーっと。本当だからね、超ヤバいやつやん。いやそうなんだよ、いやそんなやつばっかりだよ。例えば運転しながら、うん、サンドイッチ食べたりおにぎり食べたりってするじゃん、うん、それはオッケーなわけだよね。でもさそれも俺言ったら、うん、携帯電話と一緒だと思う。一緒だよね、うん、な基準が何が悪いのって、うん、いやまあ、だから集中できないってことはあるけど、めちゃくちゃサンドイッチとかおにぎりに集中してたら携帯電話と一緒じゃん。俺このおにぎり、うん、米粒がまずコシヒカリなのか夢ピリカなのか海苔は有明産なのかな、これはもしかして東京湾でできてるものなのか、うん、そしてこの具、そうだ今日の梅干しはいや紀州産を使うとコスト的には合わないけれども、じゃあなんだやっぱり心身のを使ってるのかなとかさ、これを考えてきたら携帯電話と同じぐらい集中できなくなるよね。できない携帯電話より悪質なんだよ。おにぎり食う方が基準が分かんないね。分かんないんだよ、明確にしてほしいんだよ。明確にしてほしい。だからおにぎりももしかしたらダメなのかもしれない。なんか持ってちゃいけないっていう基準があるならさ、そうだからいや握ってていいみたいな、いいのかっていう話になってきちゃうね。使えねえよ。はい、じゃあ松本駅着きましたね。もう出来上がってるよね。6時半から飲んでる。なんでそんな早くから飲んでる。お得切符これだね。本当だ、信州往復切符。これをいくらお得なの？810円だと思う、多分。往復で810円お得なんなるの？普通に買ったらいくら？2280円になると思う、往復で。で、ここで買えるのよ。もう一回お得切符。どういうこと？これ。今、1470円で往復ずつ各なんだけど、この信州特急券は4枚綴りなんで、これを買うと510円で特急に乗れるという。なるほどなるほど、特急券が買えるんだ。そう、そうすると信濃に乗れる。乗れる、信濃自由席に乗れる。これが4枚綴りなんで、2人でいると往復でちょうど4枚。なるほど、これはお得。これお得、安くない？2170円安いんだよ、特急使って。何、レンコンが、レンコンが加わっているよ。うわ、しかもホタルイカも加わっています。大橋珍味度攻めるね。どんどんやん。この辺はあったよね。これはね、これでここレンコンとさ、レンコン乗りきたい。レンコン行きたい。行きたい。レンコン行く。安定の鳥から降りる。鳥から行きたいね。3番線かな。3番線ってことはここじゃないんだ。ここじゃないね。あ、
上がってもう一回向こうだね。じゃあこれを男の珍味を買う、男の珍味を買うためにわざわざ降りてきたんだよ。また階段上がるわけだ。3番線10時7分、特急シナの3号。こっちも売ってじゃねえかよ。もうこっちは売ってたんじゃねえの。階段上がっちゃったけど絶対売ってたと思うよ。さあさホームをさかもな、売ってたわまたぐとか。これ必ず書いてある、ね、裏切らない、裏切らないうまさ、いつも頑張ってる自分への心が食べ応え十分、刺激的な感じ、裏切らないうまさ、本当にうまいな、うまい、これ本当に美味しいの、レモンがもない、もうさ、居酒屋とか行かなくてよくない？いいかもしれない、うん、なあ、行く必要もないよね、これいくら？これ220円かな、まあそこそこするよな。だけどこのクオリティだよ、まあ、いつも頑張ってる自分やるから、そうだね、そっちプレミアム感が必要なんだ、ただただ頑張ってはいない。しょうもない書類とかあるやん、あるね、あるいるこれ、そうで、しかも紙でさ、紙はない、いやハンコみたいなのつく使ってるんだよ、あそうなの、シャチハタじゃん、どうせ意味ないやさ、反抗したんですよ、反抗っておいる母音でいいのかって、いや俺はちゃんと10本全部警察に提出してあるからなって言った方がいいよ。マジしてやるよ、してやるよ。こうやって指さ、こうやってやられるんですね、そうそうそう。紅葉も綺麗でさ、いいね、光る量はな、まあ長峰山の方だよね、日本史三大社、そうこれ親でやんなきゃわかんない、棚田がね、もうちょっと出てくるけど、着いたね、結構いい感じに湧いとったけど、酔ったね、降りるか、降りますか、よし、帰りは始発だから絶対座れるんだよ、うん、あいいね、いいでしょ、いい、ね、帰りなんかもうベロ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 さ、電車でベロベロ、電車でデンベロの電ベロベロ、よし来た、うわー大きい、いや来たね、初長野市大きいね、高いよね、あの松本の緑とはちょっと違う、違う、ユナイテッドアローズとかあるんだよ、すごいよね、田舎もんか、そうそうそう、興奮すんなよ。あ電車で長野駅来たの初めてかも。24時間だろうが神社だろうが街なんか当たらねえわ。来てください。あ、いいね。